妖精国を超えた時点で俺はお役御免だ。この後の大仕事は本来の俺に任せるさ。知恵の泉の継承者ね。でもさ、俺がこの役をぶん投げられたのって俺のせいじゃねえよな。絶対スカサハからの縁だって。やっぱろくな師匠じゃねえ。賢人グリムとは世を忍ぶ仮の名。その正体はよその神様に仕事を押し付けられた付き合いのいい苦労人ってな。だがまあ付き合うに値する大役だったぜ。お前さんの決断によって政権は確立された。あとはあのわけわかんねえ異性の神とやらをぶった切るだけってわけだ。彼女と私は相入れぬもの、共に否定し合うことしかできませんが。最果てから戻り、ブリテンを守り続けたことに敬意を表します。何者にも理解されないとしても、彼女は誰よりも、この私よりも深く、ブリテンを愛したのですから。アルビオンの残骸が偉そうに。しかも戦闘機タイプ。私の代謝の天敵と言えましょう。ブリテンの借りを返したいこと、多弾頭ミサイルのごとしですが、あのマニューバー、ちょっと変態的すぎて捉えられませんね。あの方、一人で世界観違くありません？